ようやく体調が 100% 戻ったギキラ 100% です。よろしくお願いします。さあ、本日なんですけども、いやもうね、12月25日からもう何回も言ってますけど、そろそろしつけえぞって言われちゃうかもしれないけど、最後に言わせて、12月25日から、まあ、約昨日ぐらいまでずっとね、あんまり体調が良くなくて死んでいたわけですけども、死人と化していたわけですけども、羽生田村に住んでいたわけですけれども、ようやく回復したので、ようやくギコちゃんのクリスマスが今日からやってきた。でもさすがにそれは遡りすぎなので、ようやく正月がやってきた。世間では正月が終わってしまったとは思うんですけど、明日からもうお仕事かな。みんな頑張ってね。そして今日から新成人になった皆さん、学校で勉強をするというこの世で一番大変なことを経てきてクリアしてきたあなた方は、今後社会生活は正直お金ももらえることもなく、朝7時から学校に行って勉強して夕方ぐらいに帰ってくる生活と比べればお金ももらえるし、いろいろハッピーになれるので、 Easy Fight、すごい簡単な話なので、ここからは幸せしか待ってないので、存分に社会生活楽しんでください。はい。学校の勉強ほど無駄なことはないです。勉強することは意味があるんだけどね。はい。ここから先はね、あなた方の幸せな時間でございますので、存分に自分の人生を作っていってください。はい。そんなわけで、本日。いやー、俺ソロモン運曲ライブしたんだけど、あんま記憶なくて正直。具合悪すぎて。で、今、ふと見てみたんですよ。あ、そうなんですよ。運曲なんですよ。だから俺ね、思った。ソロモンじゃねえ、マサムネだよ。もう名前すら間違えるときあるからね。うん、ソロモンって言ったよね、俺ね。まあ、似てるけどね、4文字だし。はい。4文字でカタカナだから一緒なんだけどね。はい。そう、ぶっちゃけさ、俺さ、動画出したと思うんだけど、マサムネって弱くねえけど、別に強くなくねってずっと言ってる派。そういう派閥。だけど、このレッドオーシャン、YouTube の YouTuber で一部、マサムネがめちゃくちゃ強えっていう嘘の情報をルフしてる YouTuber がゴロゴロいるらしいんだよ。ふざけるな。お前はマサムネ運極なんかと言いたい。うん。俺は運極だよ。うん。マサムネを語るなら、まずは運極だろ。それがこの女に対する礼儀だろ。ルール。はい。で、冗談置いといて、なんかね、どうやらね、まあ、割かし強いという風な風潮が 20% ぐらいはあるみたい。YouTube 業界には。なので、今回は、私のちょこちょこ交流させていただいている、香港の YouTuber のアレスさんの動画を見て、ちょっとね、真似しようかなと思いまして。はい。天馬1で正宗使えるっていうことなんで、一応やってみようかなと思います。はい。本当か、これ。まあ、確かに、まあ、1回もやってないんだよ、まだ天馬俺。まだ1回もやってないんだよ。ずっと近畿の集会してたから、天馬まだ手出してないんだよ。じゃやってみますか、じゃあ。まあ、今日はここしかやらないからね。うん。いや、正宗が強えって言うんだったら、ん？うん、ちょ、見してみろやっていう。あ、ケイドラ君ちょ、あ、いいじゃん。はい。やってみようか、じゃあ、ちょ、これね。まあ、フルパワーでいってみようか。フルパワー 100% 中の 100% でいってみようか。で、ちなみに、約束正宗1は、運極で、遊撃 EL、同族 EL、同族過激速 EL。で、魂の紋章はなんか無駄なんだけど、対火、対弱、対気、対水のそれぞれ極みついてます。はい。で、2キャラ目なんですけども、正宗ね。遊撃 EL と、亀撃 EL つけてます。気と弱と火と水の極みつけてます。はい。以上です。やってみようか。え、でもこれ。まあ、いっか。出撃。まあ、ちょっと、ちゃんとまだ正宗使えてないっていうところがあるから、知りたいっていうのもあるんだよね。知りたいの知りたいのケツって意味じゃないよ。うん。脳にインプットしたいってこと。あ、待って、これ、勝ちに行くか大丈夫か。俺、いつもここはさ、まあ、いいや、ちょっとやってみようか。はい。あ！強い。何これ。え、ダメだよ。強くねえよ。強いわけねえだ。正宗が強いわけねえ。ふざけるな。ヤクモとか。ね。思い出せよ。既存のさ、豪絶のコンセプトをぶっ壊したあのバカを思い出せ、みんな。あのマジ吉を。うん。あいつはマジ吉だぞ。え？うん。あいつはマジ吉だった。ちょっと
ああ、そうか。まあいいや、あのちょっと待って、あと、ちょ、ケチつけさせろ、ケチつけさせろ。あのさ、あのこれコピーじゃん、リング、このなんだっけ、スピニングブレードのスピニングバードキックじゃん。これさ、言わして、まだ緑色じゃない？なんで緑色なの？水色じゃない？これ水色？これ、緑色で俺貴族星に見えるんだけど強い。あ、危ない、言いそうだった、危ない。ダメ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 、すいません、ダメですよ、まだまだ認めるわけにはいかない。そんな安くない、俺は、うん、まだ安くないから、うん、もうちょっと様子見させて。3のように、はいはい、まあ復活しちゃうよと。そうしてね、あ、なんで俺ちょかかんねえの。状態上レジスト無敵バブリー、おお、なるほどね。能力もあんま分かってないんだよ、まだ。まさむの、あ、ちょっと待って、何これ、やるじゃん。え、結構、何？結構やるじゃん。やるんだ。あ、やってんね。やるんだね、そうやって。まあ、こうでいくか。やるんだ、少しは。少しはやるようだね。うん、まあまあ、でも、キャッツは、なんだその場所。キャッツはね、まずキャッツはコピーから始まる物語じゃないの、それ。あ、すっごい、待って、これさ、回収しようよ、少し回収伝統しちゃおう。えっ、あれ、なんか、そっか、まあでもまだ分かんないから、それはダメだよ。ほら、死にそうなもん、もうそんなダメだよ、許さない。まあせっかくね、ポンポン連れてきたから、ポンポンってとこにね、ポンポン TV 連れてきたから、うまく使おうかな。あ、もう、まあ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 、まあ、まあまだ分かんないかな。そんなすぐにはね、分かっ、あ、そんなあれだよ、すぐに納得してしまってはさ、俺が政宗弱いよって言って同調してくれたみんなに失礼だからさ、まだダメだ、そんなダメ、認めるわけねえかな、そんなに。回収、まあまあ地雷回収しつつだね。三、これ SS なんだっけ？あ、思いと約束の力なのね。まあ次ぐらいかな、じゃあ。ワンちゃんね。ワンちゃん他人犬じゃないよ。はいはい。もう何本か SS ソースを使い出しても別に迷惑ではなさそうだな。これ SS 何？まさかだけど忘れちゃったんだけど。ああ、あ、味方全員の力がアップするの。ああ、いいじゃん、おしゃれじゃん。そうだ、忘れてた。リムル4でやってたのは懐かしいね。なんだろう、1か、で SS 使ってみようか、じゃあここでね、どんなものなのかっていうと見てみたいからね。ああ、まあ殴りは強いけど、どうなのこの後。え、あ、ちょっと何してんの。何してんだこれ、強いな結構。
ちょっとやるな。それでもまだダメなんだよ、認めちゃう。そんなすぐに認めてしまって俺がビッチだと思われるから、うん、ダメだよ。カチリンがいるからな。そうだよな、カチリンはちょっと邪魔だよな。分かってる、お父さん全部分かってる、うん、SS コロンビア語さあ、うん、なるほどね。あーそっか、え、あー、え、なるほどね。そうか、何これ、あ、ちょっ、これさ、これ強いっすね。これ強いっすよ。強い。俺、あの、冷絶。まあ、冷絶で、あの、めちゃめちゃこのね、あの、使命の方が、あの、生きたかっていうと、まあ、強いんだけど、なんか、生かしきれてない感じはあったじゃん、もやもや。だから、まあ、豪絶、天魔、あと、深淵とかで使えれば、まあ、強キャラかなっていう話をしたと思うんだけど、天魔強いっすね。で、なんだったら2とか3も、2はわかんない。使えないか。3とか8とかも使えるらしいんで、ちょっとまた使ってみようと思います。まあ、天魔1では、ごめん、あの、強かったっすね。あの、弱いって言ってすみませんでした。天魔で強いんで。天魔で強いなら俺は認めるよ。強い。